本日もですね、はい、こちらですね、あなたの転職がわかる16の性格から、うん、ここにも書いてあるんですよね、うん、最後295ページにですね、はい、年齢を重ね、うん、円熟した人格になるためにっていうのがあって、うん、ありのままの自分を発揮できずに、うん、年齢を重ねると、うん、自分の本質を理解できないままになってしまう恐れがあると、うん、職場でこうあらねばならないという圧力を感じ、自分に向いてない仕事を苦痛に思いながら続けていれば、うん、天与の際、天が与えた才能を発揮できずに終わるだろうし、うん、仕事を思う存分楽しむこともできないだろうと、はい、楽しむことのできない仕事を20年続けていれば、自分の能力に自信が持てないまま、うん、歪んだものの見方をするようになってしまうかもしれないと、うん、ぜひあなたの本来の自分を見つけて持てる能力を発揮してもらいたい、はい、みたいなことが書いてあるんですね、うんうんうん見られてる見られてるのかなってまあ私も今48ってことで、はい、ちょうど20年になるんですね、うんうんうん、コピーライターという肩書きに、はい、なれるやん、日本語書くだけでしょって、はいはい、いう勢いで、うんうんうん、ギリギリなりですね、はい、20年続けたんですけど、うん、まあ、まさにこの状態ですね、うん、このままでいいのかと、うんうんうん、っていうこの不安を見透かされたのか、うん、最近なんか仕事があまりなくてですね、はい、うん、ちょっとぼーっとする時間もできてですね、うん、やばいなと、うん、やっぱりこのまあ若いこのクリエイティブって若い子とやりたいじゃないですか、はい、まあ、担当者もどんどん若くなっていくのでね、うんうんうん、っていう中でね、この転職を、うん、転職じゃないですよ、天の職、天の職を、はい、でももうなん、まあ、本来の自分とか体調やりたいことできてますか、うん、できてるか、まあ、やってるってとこですよね。転職と思ってます？転職とは思う、転職、転職、うん、とヘブンリクルートまあ悪くはないかなって思ってます。なるほど、はい、なのでこの、まあ、転職の紹介をしつつ、はい、なんか自分も、まあ、48ですけど、うん、まあ、48だともうなかなかこのインディートとか見てもですね、はいはいはい、もう引っかかってくるのは少ないんですね。サラリーマンの永遠の課題はそうですね、どんどん若返っていく周りが、うん、はい、で年寄りには仕事が振られなくなる、うんうん、まあ、その恐怖と、あれじゃないですか、この職は自分に合ってるのか。いや、あのクリエイティブ業界は好きですけどね、うんうん、はい、好きですけど、まあ、選ばれなくなりますからね、うん、不安は募るばかりです、はいはい。